ランチタイムが来ましたので、なんかできるものを作ってみようと思います。今日は冷凍の餃子を使って、できるものをやってみようと思います。大体5、6分でお湯が沸いてきましたね。餃子を入れます。ちょっと鍋がこれでも小さいみたいですから、こっちに移しましょう。あ、いい感じになってますね。これ100均の大きなマグの方です。マグカップです。これもシェラカップ用の蓋です。台所でカットしてきた野菜です。もういい感じですね。いい感じでできました。あとは卵を、ゆで卵を作ります。オリーブ油それではいただきます。うん。美味しい。うん。いい感じですね。目玉焼きもいい感じでできました。電気を切りましょう。
最後にお茶かコーヒーを飲んでおしまいです。どうもごちそうさまでした。ですね、今日は初めてカメラを回しながら食べたんですけども、ちょっと調子狂いますけどね。今日の反省点としては、この餃子がですね、冷凍したままだったんで、お湯を沸騰した中に入れてもこのお湯が冷めてしまって、ちょっとこう餃子を調理するのにちょっと時間がかかりました。これから食べるときは朝から自然にこの冷凍状態が溶けるようにしとった方がいいかな。それが一つの、反省点です。あとは、だいたいうまくいきました。だいたい調理には普通ならもう10分とか15分の世界ですから、手の込んだものは作れませんのでね。これからも時々こういう形でですね、室内とか野外とかいろんな簡単な料理をですね、紹介していきたいと思います。またご覧ください。ありがとうございました。